サッカーをこよなく愛する皆さん、グーチョンだ。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、タイガー対アグレシルファミリー、海星の空の下、アリアンツアレーナ、実況鹿野武彦がお送りします。タイガーアグレシルファミリー、実力が拮抗した両チーム、激戦となることは必至です。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、今試合開始です。左から右に攻めます。緑のユニフォーム、グランデン、タイガー、指揮を取るのは不滅の才能、エル・ピョンスト。フォーメーションは 4-4-2。 ワールドクラスの中盤と守備がチームに安定感をもたらします。右から左に攻めるのはエンジとヒロのユニフォーム、セオのトリプルプラン、アグレッヒルカン監督は天才、ハーフナン監督。フォーメーションは 4-4-2。 現在10連勝中、チームに自信が磨きつく。ボールはクリスティアーノ・ロナウド、さあ通ります、持っていく、グラネロ、パス、ボールを受けた、この位置、ボールはメッシェ、前へ、ホアキン、うまくカット、ここは狙ってましたね、横に出して、メッシェ、カカ、この位置からボールを運ぶ、クリスティアーノ・ロナウド、前に、グラネロ、ボールを入れます、ランサー、ボールを運びます、さあ、タイガー、ここで笛が吹かれました。0-0、前半45分が終了です。後半のキックオフです。カットに入りました。ここからテクニックを見せます。ボールを入れます、メッシ、ガンナバー、ディフェンスに安定感を持たせるか、マクーン、回して、この位置からマクーン、カット、カカ、このボールにメッシェ、これは取られてしまった、攻め込んでいった、あっと、カカ、カット、狙ってましたね、カナダからシンボルアーズ、ドリブル、攻め込んでいく、パスを出してきた、カカ、中央から、流れを変えることができるか、リーチ、ここから、ここはメッシェ、そしてリッキー、ボールを回します、当たりません、試合終了のフェイスで両チーム90分で試合を決めることができませんでした。 PK 戦に突入します。どっちに飛ぶのか、
運も味方につきました。